っと今日やっぱ寝坊しました。寝坊っていうか今6時50分ですね。ちょっとこれからじゃあ岩洞湖に向かいたいと思います。はい、今日は1月の26日ですね。やっと、岩洞湖解禁になって何日3日目だね。4日目ですね。で今年はなんかすごい爆鳥の話は聞かないんですよね、まだ。でも結構600とか釣ってる人いるので、場所次第だと思うんですけど、なんか今年はなんか何ですかね、暗い時に群れがいて明るくなるとなんか散っちゃうみたいな感じじゃないのかなと。だからちょっとゆっくり行っても日が昇ってあたりで場所探すっていう方がいいのかなと思いますね。自分はいつもそのパターンなんですけど、それでまずやってみたいと思います。それで今日ほんと3時ごろ目覚めたんですけど、すんごい吹雪いてまして、なんかもう暴風みたいな感じで、もう起きる気力もなく二度寝して、6時5時5時5時ぐらいですね。そしたら結構もうなんか静かな感じだったので、これは いけるなと思って来ました。で気温が今マイナス6度、盛岡は市内ですね、盛岡市内がマイナス6度で、多分藪川は調べたら11度ぐらいだったんですよ。夜中の12時で11度だったよね。でもうちょっと冷えるかなと思って、13度か14度ぐらいじゃないかな、藪川は。まあ、そんな、まあ、冷えてますけど、そんな驚くほど冷えてないので、まあ、大丈夫じゃないかなと思いますね。吹雪いてないし、なんか落ち着いた感じですね。あとはまらないように行きたいと思いますね。除雪してればいいんだけどね、対岸方面除雪をしてなければ、もうこっちの手前の国道沿いになると思いますね。あと、まあ、行けるとこまで第1第2あたりまで行ってまず見たいと思います。峠越えの運転になりますけど、こういうカーブでブレーキ踏む人いるんですけど、これ一番やっちゃいけないのですね。絶対ブレーキはいくら滑っても踏まないっていうのが原則です。それでもし滑ってやら反対側にハンドルを切るんですよ。よくゲームで、昔ゲームだったんですけど、ね、ロードファイターだからコナミのあれのゲームやってると分かりますけど、逆半切って戻るんです。それもゲーム感覚じゃないけど、あとセガラリーとか昔やってたんで、セガラリーは結構記録を残したんですけど、ゲームセンターで。で、まあ、そんなゲーム感覚じゃまずいんですけど、こういう時で滑るか不安な時は、ちょっとブレーキじゃなくてアクセルをガンと吹かすんですよ。吹かすとこっから回りすればやっぱ滑るってことになって、ブレーキ踏んで確かめるとちょっと危ないんですよね。エンジンブレーキ今車に多分ついてると、マニュアルオートマでついてると思うんですけど、それでといっても自分もいつ滑るか激突するかわかんないんですけど、まあ、
落として、まあ、常に B に落としてもいいんですし、まあ、下りはずっと B で走ってます、ね。まあ、上りはさほど滑んなきゃ D にしてるんですけど、そんな感じですね。で、気温ですけど、やっぱりマイナス15度くらいになるとあんま滑んなくなるんですよね。反対に、なんか話なんか聞いたら、聞くっていうか、なんかによると、氷とタイヤの間に水分ができると滑るらしいんですよね。だからマイナス15度とかになると、その水分自体がなくなって、やっぱトゲトゲですね。氷のトゲトゲで滑んなくなるんですよね。で、それでみんな朝飛ばすんですよね。なんかよく岩洞湖で昔あった、すごい飛ばす人がいるんですよ。それです。滑んないんですよね、結局冷えると飛ばしちゃうんですけど、そこでなんかハンドル切り間違えるとぶつかったり落ちたり、結構四駆の車が落ちてますね。やっぱジムニーとかハイエースかなんかワンボックス系でもやっぱよくあるので、それで結構落ちてる人いますね。ここは運転に気をつけていただきたいと思います。やってるね。ヤブ川そばでちょっと餌ちょっとまだ残ってたんですけど、タセコのやつちょっと餌買って聞きたいと思います。よいしょ。バックで戻ろうか。戻ります。ちょっと厳しいぞこれは。あ、厳しいすぎました。プリウスで来るのはなかなか大変なことです。あの坂登れっかな。ちょっとまだ硬いんで、バックしてほいの、やばいね、バックしてほい、完全に なんか抜けですね。抜けるんじゃない？もう何時かな？ 10 時くらいだった。まだ9時だ。え、もうトラブルに、あれだけで済んだのよかった。やっぱ車がはまるんですよ。はまってしまいましたね。しょうがないです。いや、さっき前提で車はまってしまいまして、すごい 4,5 人の人に押してもらってなんとか出ることができました。いや、まだ9時、もう10時くらいになってると思ったんですけど、まだ9時、まあ、迂回はできるのかな。
ノーシュー持ってきたいんですけど、とりあえず行っていきたいと思います。まずい、まったくやばいな、反応がないな。ちょっとね、ちょっとでも脳があればいいんですけどね。厳しいの。お、いますね。ここいないと感度落とすかな。ちょっと落としても反応あるね。いますね。やっぱこれが消えると消えますね。消えるとやっぱ魚なんですね。ペンギンが抜けない。